主任の村井健太郎です。マコリーヌです。さて、今週の本題に入るまでに、はい、メールが来てましたので、はい、ちょっと先にメールご紹介しましょうか。グッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。村井主任、マコリーヌさん、こんばんは。こんばんは。週末、北極百貨店のコンシェルジュさんを見てきました。はい、番組でもね、取り上げましたもんね。はい、なんと良作でしょうか。映画館で久しぶりに泣いてしまいました。主人公の秋野ちゃんはなかなかの情けなさぶりなのが目立ちますが、成長も素晴らしく、チームワークがとても際立ったかと。全体のエピソードが全て伏線となり、ラスト付近のウーリーさんの下りでは思わず泣いてしまいました。ネタバレになりますから詳しくは書けませんが、日本狼さんやバーバリライオンくん、その他大勢の絶滅危惧種の皆さんをサポートしようとするコンシェルジュの一挙手一投足が笑いを誘いますが、それらが全て伏線となり、マンモスのウーリーさんの下りで一気に感動を誘いました。気がつけば夫婦二人して涙していました。テレビオンエアは難しそうなので DVD を購入したいと思います、ということでいただいてます。ありがとうございます。ご夫婦で行かれたんですね。購入までを思うほど、はい、原作がね、漫画で西村つちかさんが書かれている漫画があります、はい、でこれはとてもいい漫画なので、このラジオの中で紹介したんですけども、はい、今ちょうど、公開がやっていて、これが上映期間がちょっと短いんですよ ね、 ね、 これね、放送の時にはもしかしたら熊本はもう終わってる可能性もありますけども、はい、はい、まあでも見た方はラッキーということで、そうですね、はい、いつかまたどこかで見れる機会の時にはぜひ見てほしいなと思います、はい、今映画といえばゴジラマイナスワンがね、はい、はい、ゴジラは桃猫さんからいただいてます、はい、マコリヌさん、村井主任、こんばんは。こんばんは。今週の話題とは関係ないのですが、特集してほしい話題についてメールします、はい、先日劇場公開された映画でゴジラマイナス 1.0 についてです。私は公開後すぐに見に行ったのですが、個人的にはとても満足いく作品でした。特撮の素晴らしさ、人間模様の描き方、はい、反戦、生きるということ、ゴジラ映画で涙をしたのはこの作品が初めてだと思います。泣いた、こちらも泣いた。ただ巷では賛否両論あってるようです。とんでも設定だったり、ゴジラの扱いだったり、舞台が東京中心だったり、エトセトラと。あ、私の周り評判いいですよ。そうですね、す僕の周りのおじさんたちもみんな絶賛してますけどいや、マイナスはちょっと早く私も見て語りたいです、はい、そうですね。なのでラジオ漫画研究室でも特集をしていただき、リスナーの皆さんの感想なども聞けたらいいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ぜひやりたいですね。ということでいただいてます。ありがとうございます。ぜひやりましょう。さあ、お待たせしました、はい、今日のゲストをご紹介したいと思います、イラストレーターの上原直美さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この番組には初登場はい、そうです、うん、わー嬉しい。はい、今回はですね、はい、作家たちのマトリョーシカ展という、18日土曜日から始まる、はい、このマトリョーシカ展の紹介なんですが、うん、まあ、せっかく来ていただいたので、はい、漫画の話とか、こういろいろ聞いてみたいなということで、じゃあ主任主任にちょっとイラストレーター、まあ、仲間って言っていいですかね、はいはい、イラストレーターとして活躍をされている上原さんなんですけども、うん、そのイラストの作品はね、もう僕らたくさん見たり、はい、私も似顔絵描いてもらったこととかありますよ、ね、そうそう、はい、見てるんですけども、その子供の頃きっかけになったとか、なんかこうちっちゃい頃よく見てた漫画とか。そうですね、あります。子供の頃からやっぱり漫画はとっても好きで、まあ、ちょっと大き親戚の大きいお姉ちゃんとかお兄ちゃんとかがいたので、やっぱり別間とか、はい、チャンピオンとかジャンプとか別冊マーガレットね、はい、お下がりでもらってもうずっと読んでたりしてたので、いろいろ読んでたんですけど。家にも結構ありました、漫画。もうありましたね。もうなんかすっごい、これなんか本当に昭和の話で申し訳ないんですけど、1日お小遣いが私50円だったんですけど、まあ、1週間貯めると350円になって、で、おやつ食べなかったらそれを持って350円で単行本が1冊買えるんですよね。確かに。土曜日に必ず1冊買うみたいな感じで、はい、買ってましたね。漫画につぎ込んでたつぎ込んでましたね。へ、自分で書いたりっていうのはいつ頃？まあ、そう、やっぱりでもずっと書いてたので、落書きとかだったらもう幼稚園からもういつも
広告の裏紙とかにがあったらもうそれもびっしり書いて、うん、お友達と一緒に書いて、でその漫画の道具とかを意識しだしたのはやっぱり小学中学生ぐらいからですかね。はね、あのトーンを買ってみたり、なんかペンを買ってみたり、じゃあまあちょっとローカルだけど光玉堂とか、そうですね、行くんですね。で、あのあこれがプロの使うやつなんだと思って、うん、もう本当にそれもお小遣い貯めて買って、うん、使ってみて、あの4コマ漫画を描いてみたりとかはしてました、うん、好きな漫画家さんとかはですね、うん、なんかもうたくさんいるんですけど、まあ、あのそうですね、なんか小学生の頃はストップひばりくんが江口博さんですね、そうですね、もうすっごく好きで、もう可愛いと思って、こんな可愛い男の子なのにこんな可愛い女の子みたいな感じで読んでて、でなんか絵が綺麗なあの漫画家さんがすごく好きで、エイリアンストリートっていうのがあって、はい、それもすごく線が綺麗で、あの真似綺麗な絵が好きだった、そうですね、そうですね、綺麗な絵ですね、なんか、うん、あと純情クレイジーフルーツとかも好きだったし、あと青木安子さんとか好きだったし、なんかもうあの丁寧に描かれてて線がもう、うん、あのまあ、例えばベルサイユのバラとかもね、うん、綺麗だったので、もうそういうのを見ながら、あの目の中のキラキラを真似してみたりそのバラの描き方真似してみたり、じゃあやっぱりどっちかっていうとその、まあ、ジャンプとかよりももう少女漫画、そうですね、ジャンプも好きだったんです、ストーリーとしては面白くて、うん、よあのね、読んでたんですけども、でもその絵を真似したいっていうのはやっぱり少女漫画の方の美しさ、点々点でどんどんこう書いてグラデーション作っていくとかそう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 ですよね、まだね後ろに花がある頃の花がある花を背負って花を背負ってる頃のその花の描き方をすごい研究して真似したり研究して、そのバラの頃こうあの巻いてある、ね、巻いてある巻いてある感じ、うん、花びらがちょっとこう外側がこうくるってなってる感じとかを真似する、真似してましたね、うん、はあ、そうなんですね、はい、それがまあもう今にこうね、もう本当にもう繋がっていく、多分そうだと思いますね、だからそのもうただ絵を描くのが好きだったのがちょっとお仕事にさせてもらえたっていう、うん、今そういうことですね、もう本当人気ですよね、直美さんのマトリョーシカ、マトリョーシカ、いえいえとんでもないです、だってもうすごい待ちでしょオーダーしたらウェイティングリストが、あでもなんかもう私作るのがすごく遅いので、うん、だからなんかお待たせしてしまうんですけど、うん、あのマトリョーシカでちょっとご紹介すると、はい、その白木のマトリョーシカにこう、はい、色を絵付けをしていただいて、うん、私も家族のマトリョーシカを作っていただいたんですけれども、ね、作らせていただきました、もう何組っていうかどれぐらいの数作りましたか、いやちょっと数えてないので数えてない何組かちょっと覚えてないですね、このマトリョーシカのきっかけって、はい、はですね、まあ、もともとなんかマトリョーシカ好きで、鎌倉のマトリョーシカ専門店とかに見に行ったりもしてたんですけど、はい、なんか多分ですね、地震の後に熊本地震の後に好きなお店が、閉店するかもしれないということで、でなんか何かその今までお疲れ様でしたってことで何かあげたいなと思って、うん、でたまたま私がその白木を持ってたのでその店主さんを書いて、はい、まあ、1体だけだったんですけど送ったんですよね、ただすごく喜んでくださって、うん、でその後に多分それをネットかなんかであげてくださったのを見た方から注文とかできるのみたいなこと聞かれて、でそれ でもあ注文かできるかもしれませんみたいなことで作ってたんですよね、それが始まりなんですね、初めて5体とか作ったのはそれだったんですよね、それからずっとその注文が来るようになってありがたいことに、なんかそのまま作り続けて今みたいな感じなんです、ね、マトリョーシカってね、なんかこう、うん、民芸品なこうイメージなんだけど、うんうん、でもそれがこうなんていうの、すごくこう命的なものがこう、そうですね、吹き込まれ
やっぱりあの、うん、主にやっぱりご家族のものを作ることが多いんですけど、うんね、すごくやっぱり皆さん喜んでくださって、うん、なんか一生あの宝物にしますとか、うん、家宝にしますとか言ってくださるのが本当に私も嬉しくて、うん、なんかね ありがたいなと思いながら、うん、そう、それでなんかちょっと話を聞いたら、そのマトリョーシカですごいつながりっていうか、うんうん、あったんでしょう。あ、ね、そうなんですよ。あの、あ、漫画でしょ、うん、そう、漫画と、そうなんですよ。あのですね、まあ、うん、私がそのマトリョーシカを作ってるけど、まあ、私も手探りでいろいろ作って、そんなにあの情報もないので、インスタとかでそのマトリョーシカ作家さんとかいるのかなとか、それも知らなかったので、うん、検索とかしてたら、誰かやってる人いるかもみたいな、そういるかもみたいな、うん、そしたらなんか私あの吉田真由美さんっていう漫画家さん、うん、あのアイドルを探せって、わかります、80年代にあのすごい大ヒットして、うん、あのもう私も大好きでよく読んでたんですけど、あの色がね、そう、色もすごい綺麗、綺麗だし、もう表紙とかもね、でなんか女の子のファッションとかがすごくおしゃれだったんですよ。そう、ストライプのシャツとかこうお手本にしたりとかして、ね、でなんかあのだその方が今マトリョーシカ作家として活動されてて、はい、吉田真由美さんが、そうなんです、もうすごくお上手なその芸能人の方をマトリョーシカにされたりとかされてて、でそれでもう思わずフォローしますよね。そしたらなんかフォローしてくださって、うん、でお互いになんかメールのやり取りで、その今どんなのに書いてるのとか、うん、なんか、はい、でなんかすごくないですか、交流が生まれたんですね。そうなんです、もう嬉しくて、すごい、だって憧れて読んでた漫画家さんですよね。もうめっちゃ読んでたので、いやあの方とこうやってなんか、まあ、あのでお電話とかじゃないんですけど、うん、メッセージのやり取りができるなんてと思って、うん、もうマトリョーシカ作っててよかったって思いました。っていうか時代の進化にも感謝だし、いやもうインスタ結構 SNS、ね、すっごいね、そうだからね、なんか作ってると何が起こるか分かんないってやつですよね。本当ですね、まさかそんなことが、実際にね、うん、そんなやり取りができるなんて、すごい嬉しいですね。はい、まあ、そんな、好きな漫画とか前半は、聞きましたけれども、うん、はい、後半はですね、作家たちのマトリョーシカ展について詳しい話をご紹介していきたいと思います。はい、うん、はい、その前に一曲、イラストレーター上原直美さんに曲を選んでいただきました。くるりお好きなんですね。あ、はい、あのよく聞いてます。今日はとってもなんかこう美味しそうなというか楽しい曲ですよね。、はい、お届けしましょう。くるりで琥珀色の街、上海ガニの朝。主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日はゲストをお迎えしております、イラストレーターの上原直美さんです。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。11月18日の土曜日から12月17日の日曜日までおよそ1ヶ月ですが、長崎書店ギャラリーで作家たちのマトリョーシカ展が開催されます。はい、はい、なぜこのマトリョーシカ展をやろうという きっかけっていうか、いつ頃からこれ企画してたんですか？そうですね、マトリョーシカ展、まあ、をやりたいなと思ってたのはもう以前からだったんですけど、うん、まあ、でもいつやろうかっていうのは全然決めてなかったんですが、昨年末ぐらいに来年は何かやりたいなって考えて、何やろうって考えてる時に、そうだマトリョーシカ展やろうみたいな、そうだ京都行こう的な感じでなんか思いついて、それで年末にまず主任を、お主任を、はい、村井さんをすぐそれが思い浮かんで、まずは健太郎さんに連絡してみようと思って、はい、やりませんかって相談したら、うん、やるって言ってくださったので結構それで軽くやるっていう感じだったんですよね。いやいや、ね、面白そうと思って、うんうんうん、参加しますみたいな感じだったんで、うん、もうそれでやったって気を良くして、それから皆さんみんなをマトリョーシカに巻き込んだわけですね。そうなんです、はい、うん、またたくさんの方に声をかけられましたね。そうですね、全部で、今回出していただくのは26組すごい26組、ね、26組でなんだろう、こういうグループ展っていうか
やるのってね、なかなかないですよね、はい、すごい規模。そうですね、うん、でもそれもなんかその時何にも考えてなかったというか、うん、なんかたくさんの人のたくさんいろんなマトリョーシカが集まったらどんなに素敵かなっていう、うん、本当それだけの理由だったんですけど、なんか今見たところによると、うん、デザイン事務所の方もいれば絵を描く方もいれば陶芸家の方もいれば、はい、うん、すごい面白そう。造形作家の方もいらっしゃいますしね、果樹さんとかね。そうですね。でこの番組にも何度も出ていただいた、うん、あのネストグラフィックスの、うん、川北さんも。そうなんです。川北さんすごいあのこの、あの DM 作っていろんな人に渡してるんですけど、うん、たらんえ川北さんって言われるですよ、ね、川北さんもなんみたいに言われてですよ、ね、そうなんですよ。私もおと思いましたけど、でも川北さんは前あの前職であの同じ会社にいたんですけども、まあ、その時にすごく絵が上手なったのを覚えていて、川北さんはなんか素敵なものを作ってくれるんじゃないかなと思ってお声かけさせてもらいました、うん、あ、じゃあそのマトリョーシカ展なんですけど、はい、マトリョーシカだけじゃないというか、うん、何でしょう、マトリョーシカがモチーフでいろいろあるっていう。あ、そうですね、はい、あのテーマがマトリョーシカで、うん、まあ、あの作家が作ったマトリョーシカっていうテーマなんですけど、もうあの普通 の、 その例えば3個セット5個セットの入れ子のものだけじゃなくって、うん、あのまあ、あの立体としてもあのネバリアシカっていうあの起き上がりこぼし型の一体型のものもあるし、はい、あと猫型とかあのこけし型の一体型とか、うん、天使型とかいろいろあるんですよ。いろいろあるんですね、はい、だからなんかあのこけし型ね、そうそう、確かにこけしと似てますよね、日本のこけしと。そうですね、マトリョーシカって、そもそもマトリョーシカっていうのが、あ、まあ、いろんな諸説あるんですけど、はい、日本の箱根の、はい、あの七福神人形をあの、まあ、ロシアの誰かが持って帰って、でそれそうでした、うん、それ聞いたことある、うん、ベースになったという言われもあの、まあ、一説あるぐらい の、うん、あのものでして、ですのであの結構日本のものとあの近い、ね、うん、通じるものが機能、うん、そうですね、ね、うん、うーん、え、主任は僕でしょ。主任はちょっと、ね、なんかどんな感じ。バカみたいなのがいいなと思ってバカみたいなのって言ったらですけど、そんなことない。なんかちょっととぼけたのがいいなと思ったの で、うん、で僕はあのちょっと前に、まあ、それもグループ展で、緑猫社さんでグループ展に参加した時に作った、はい、僕があの 箱の時に作ったトミカドキっていうのを作ったことがあるんですけども、はい、それも粘土で作ったんですけど、それとあの粘土でやるのもう一回やりたいなと思って、僕は粘土で、うん、粘土で入れ子だったらいいですよって上原さんが言ってくれたので、うんうん、じゃあ3つぐらいに入れ子になってるやつを粘土で作ろうと思って粘土で作りました。じゃあこういろんな、いろんなマトリョーシカが、そうです、そこでは平面作品もありますし、うん、楽しいです。11月18日土曜日から12月17日日曜日まで、はい、ね、結構長いので1ヶ月間ありますので、ね、そうですね、長崎書店でちょっと本を買いに、はい、そして、うん、まあ、ついでに、うん、でもいいですし、そう、それがあの書店のギャラリーのとってもいいとこなので、ですよね、うん、ちょうどあの12月17日までということで、あのクリスマスのをテーマにしたものとかもあの皆さん作ってくださってるみたいなんで、うん、プレゼントとか、まあ、販売もあるので、ああ、そうなんですね、うん、プレゼントとかにもいいかなと思ってます。これは作家さんのものもあり、直美さん の、はい、あの何かグッズ、グッズっていうグッズはないんですけど、あれマグネット作ったんですか。マグネット作りました、ですよね、あれグッズだった。かわいいの、すごく、あ、本当にありがとうございます、はい、ぜひぜひお出かけいただければと思います、はい、今日はイラストレーター、そしてマトリョーシカ作家、はい、上原直美さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画アットマーク
rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 RKK です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。